さあ今晩はどうですかこれで。今もう1500円だから。穴子ね、うん、それで中トロが、ね、ちょっとマグロの赤身の方で殴れの喧嘩になると思うすごいじゃないですかこれ、ね、この本マグロめっちゃうまいっすよ。すごい光ってる。すごいすごい。しかもこっち冷凍じゃないよ。うん。さあ何やら今日は五光が差してる沢口区です。五光かい。なんか差してんのこうやってピーって。ハハ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 。この今日はこの干物がまず目がいくんですけども、うん、これは何ですか？アジの茶干し。茶干し、うん、茶干しって何ですか？うん、なんか干す前に塩水につけたりするんだけど、うん、その塩水にさらにお茶を加えてんだって。へえ、なんか臭みが取れるし、あの酸化が防がれるらしい。うーん、今日はすごいっすよ。本マグロスペイン産、これはすごいでしょう。油乗ってますなんて言われなくても分かるでしょう。そして生のキハダマグロ、生のキハダマグロ、生ですよ。解凍じゃないんです。解凍じゃないということはちょっとねっとりした楽しみが素晴らしいです。相内さんはでっかいのをそのまま食べるのが好きだそうですが、僕はちょっと切りたいと思います。喧嘩にならないようにちゃんと8切れあります。いや同じ切り方でいいよ。にゃ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 。切らなくていい気分になってきたな。今回は塩は、小さじ 1.5、 砂糖は大さじ、2杯、そして、黒酢が 90cc、 これを3合に対して加えてみたいと思います。セルフメイドなんとか丼、マグロ丼、まあ、ネット上なんかでも、ボルブラの中でももうこういう状況になってると、他人がだっていきなり家に来て、その親戚を拒否することも、うまいっすねこのね、企業のバラザンバラザンバラザン、かなり詳細な
よいしょ。はい、召し上がっていただきましょう。よいしょ。お、行きましたね、いきなり。お、無言来てますね。来てます、うん、あいいよこれ。おお、来ました、いいよこれ、いただきました。酸っぱいな、それを洗い流す日本酒で幸せだな。いつも通りに朝が来て、いつも通りに始まる今日、気がつけば繰り返しの日々、眠気覚ましにコーヒー飲む。朝が連れてくるのはまた面白みにかけた一日。なぜ僕はここにいるの、勝手に悩んでいた。ここから旅に出かけよう。臆病な僕、頼りない僕に、自信ない僕にさよならするんだ。大きな世界を知れたら、変われる気がする。きっかけなんてさ、そんなものでいいよね。沢口和彦は作曲家だ。沢口和彦は札幌スープカリーの超有名店ピカンティのスープカリーが大好きだ。ピカンティの須藤社長と沢口和彦は友達だ。アジアの国々を旅したり、ディズニーランドに2人で行くような関係だ。この不景気な時代、作曲家が作曲だけで食べていくのは大変すぎる。だから沢口和彦の活動の支えになればと、須藤社長が授けてくださったピカンティ秘伝のスープカリー、辛く厳しい修行の末、見事ピカンティのスープカリーマイスターとなった沢口和彦だったが、あとは店を出すだけ、店を出すだけ、店を出すだけのはずだった。